籠池さんの会見を始めさせていただきます。お集まりいただきましてありがとうございました。今から今回のいわゆるような強制執行に関しての強制執行というか、まあ、厳密に言うと保全執行というんですけど、この方法とやり方、それからその結果を見て非常に違法行為がありました。でその意味においてちょっと今日はその説明をさせていただくことと、それから、まあ、今後どういう対応を取っていくかということについてお話ししたいと思います。私は一応の森友学園の代理人弁護士の南出と言います。まずですね、これ決定がどう7日に出たそうです。出たらしいです。出ました。それで、まあ、この決定の内容は後でお話ししますが、一言で言うと全く争点が触れられてない、権利乱用の問題が全く触れられてない。後で言いますけれども、いわゆる藤原工業の水増し請求、これを完全に管財人と6人の裁判官が容認した違法な行為がなされていることを、全く1人の裁判官はこれを主張しているのにスルーしました。でそれはもちろんあるんですが、根本問題はもちろんそうなんですが、この執行の方法が大きな問題がありました。でまずですね、この保全執行においては確かに例外的に、いわゆる送達前であっても執行ができるという規定はあります。確か47条の3項だったと思いますが、それはあります。ただそういう場合というのは通常はですね、これは今日その保全執行する場合はその決定書の製本を債務者に送達して、そして場合によってはその強制執行、要するに強制執行の停止の申し立てをできる機会を与えた上で、まあ、保全異議とかいうことができる制度になっているわけです。というのは、こういうどういう欠点があったのかということを知らない状態で強制執行される、執行されるということは非常に混乱を招くわけです。でこういう場合はどういうすることができるという、いわば例外的な運用はどういうふうになされているかというと、例えばですね、不動産の処分をしてはならないというその処分禁止の仮処分のような場合は、一旦ですね、これ送達してしまうと債務者の方あるいは第三者がですね、それを、まあ妨害というか、あるいはそれと異なった登記をされてしまうことによって、その仮処分自体が失効してしまうという問題がありますね。だからそういう場合はその先にですね、登記嘱託をして全部登記が完了してから債務者に送達する、そういう方法を取ることが多いです。ただですね、例えばその事前にやるっていう場合は、例えば緊急事態の場合、これはもうのっぴきならん事情でその災害をが起こるとかいうような場合に送達とかそういう手続きを取ってると間に合わないというような場合ですね。ただね、こういう他にもですね、例えばその非常に反社勢力のところにね、なし先にこれを知らせるととんでもないその対応を取ってくる可能性があるというような恐れがあるような場合、それは、まあ、送達前に執行することができるとして処理することだってあると思います。でそれはですね、状況によってよるんですが、皆さんよく考えてほしいのは、これ学校法人なんですよ。園児がおって、それでまた通園している子どもたちがおるのに、そして普通にそれを教育を携わっている幼稚園の先生たちもいるのに、なんでこんな強引な方法を取らないかのかというんですね。つまりこれはですね、土台こういう執行しなければならない必要性はどこにもなかったということです。例えばこれがね、通常の形で、まあ送達をしたときに、これは執行力ありますから、普通執行官が行って例えば、まあ1週間以内に開けなさいよというその
催告をして、そして1週間後に執行するっていうケースの方が多いんですよ。こういうその断行の仮処分の場合はね、よっぽどのことがない限り、その抜き打ちでやるということは普通ありえない。ましてやこれ学校法人で幼稚園の園児が通園しとるような、そういう平穏な状況の中に、何もその、何ら反射的な組織でもあるまいし、なんでそこまでの対応を取らないかんのかという問題なんですよ。そして実のところ、これあの、この決定書ね、まあ今日言ってみればね、7日に決定したのはようやくこっちに受領したのが今日なんですよ。でその間やってしまったというようなやり方になったわけですよね。そうするとこっちの方としては全くどうなってるのかわからなかったですが、今日見せてもらったんだけど、見たんだけど、こちらの主張していることはもう何にも対応してない。で、いくつかありますけど、これ細かいことを言うたらきれないですから、あとちょっとその理事長なり前理事長のことをお話ししますが、これはっきり言いまして執行されたんですが、これ森友学園の五日元幼稚園にあるいろんなことの重機備品はね、全部森友学園のもんじゃないんですよ。その前理事長から、まあ、いわゆる森友学園に、まあ、預けているこの私物としての、まあ、例えばいろんな重機備品、それからもちろん現理事長の重機備品、それからその先生、幼稚園の先生たちの重機備品、ましてやこれ園児の、まあ、靴とかそういうカバンとかの部分も含めて全部その森友学園ばっかりの所有ではないものがあるんですよ。でこういう場合の執行の決定としてはね、普通裁判所のいろはなんですけれども、これね、森友学園の所有以外の物品を収拠して明け渡せという決定でないとおかしいんじゃないですか。つまり他人のものまでその管財人に渡してしまうという権限がどこにあるんですか。そういう違法な決定、違法な執行をやってね、でまあ、それを、土曜日までにやってしまって、ここで全くわからない状態の中でこういうことが起こされている。で現にね、私ずっと今まで、今の理事長と何回か記者会見を開かせてもらったときに、繰り返しお話したことがあるんです。それは何かというと、この管財人と六民の裁判官が何をしてきたかということについてずっと解いてきたんです。それは何かというと、まあ、大阪府警本部に刑事告訴をして告発して受理されている事件というのはどういう事件かというと、これ藤原工業という一番、まあ、大きい大口の債権者の債権が恐ろしいほど水増しされているということなんです。例えば鉄骨が3億水増されているんです。鉄骨がある板張りの建物のどこにね鉄骨があるんですか。3億の鉄骨っていうとね、例えば市場価格でその H 事項で言うたらね、10万程度なんで3000本の鉄骨が入ってるってことなんだけど、どう考えたってそんな高層建築ビルじゃあるんですか。どこにそんなものがあるんですか。でましては施工されてないんだから代金の請求できないんじゃないですか。見ればわかるような話です。これそんな工事なんか絶対されてません。皆さんが外観で 見られても分かると思います。超高層ビルなら別ですけどね、3000本からの鉄骨が入ってますか。それと一番大きな問題は平成29年の3月末の決算書ね、つまりこれは森友学園が全部経理をして責任してその民事再生をする前の話です。その時の検察管理官庁、検察官官庁って皆さん、まあ、どこまでご存知か知らないけど、いわゆるその検察仮勘定をそのまま工事が完成すれば建物勘定に振り替える仮勘定なんです。ということは、まあ、建物価格だと、その暫定的な価格だというように思ってください。その検察仮勘定というのは請負代金を超えることはないわけですよね。工事途中で家庭的な状態でそれを全部完成すれば工事代金満額になりますから、それをそのままスライドする。でこの工事契約はいくらだったかというと、
ね、六民も関西人も藤原工業も全部15億5520万というようにはっきりと明記してるんです。あの前理事長の今問題になった検察の方が捏造してる23億じゃないんですよ。これね、これ明らかに15億5520万という建設あの工事契約なんです。だからこれが全部完成しても15億5520万しかならないんです。で今言ったように29年の3月、まあ、3月の建設仮勘定いくらだったかというとざくっと言うと2億6679万だったんです。あの端数は別ですね。ほぼ半分が建設ができてる。ところがこれがね、令和2年の3月30日の3月になるとね、これ関西人の方で公認会計士でも入れてガチガチにやった監査報告書の中にこの建設仮勘定の金額はいくらだと思いますか。これ22億1888万なんですよ。契約代金よりもでっかいようなその建設仮勘定はありますか。山より大きな獅子は出ないんですよ。この山より大きな獅子を出した原因はどこにあるかって言ったら、これは私の推測ですけど、検察が23億だったということで詐欺だなんて言うて立件しているこの23億にほぼ近い金額じゃないですか、この22億1888万というのは。だからこれ事後的にね、検察と示し合わせて裁判所と関西人がやった数字としか思えないんです。平成29年の3月からね、令和2年の3月まで工事はされてませんよ。工事されてないのになんで建設仮勘定だけが膨れ上がるんですか。それが不正だと言って、これは明確に不正なんです。この明確な不正のことをこちらはこの仮処分の時でもずっと主張してきたし、関西人の解任請求でも3度目にこれ出してるんですけど、一度もこのね、鉄骨の水増しやとか、あるいは建設仮勘定の水増しっていうことについてはいくらこれを主張しても6民もスルーするしね、あるいは1民も今回一切触れなかった。資料あの署名する資料がないというか署名されてないって言ったんですけど、私も今日持ってきてますけど、全部の帳簿関係のも全部出してるんですよ。あのその一民の仮処分の方に何が署名されてないんですか。こんなね、これ決定の何に値しない決定ですよ、はっきり言います。で裁判官においても裁判官の資質はないですよ、6人も1人も。こんなね、あの当たり前のことを言ってることについて当たり前に受け止めてそれを判断しないような裁判所、これは裁判所ですか。だから僕はね、別にね、今日あのその名目上はその、まあ、その一民がそういう執行して関西人がそういうふうにしてきましたけど、この根本が全部蓋をされてる。これはもちろん今国家賠償とか行政訴訟とか等々やってますから必ず暴きます。これはあの逃げて、逃げ続けることはできないし、仮処分程度では逃げられても、あるいは関西人の解任請求で逃げられてもこれは無理です。で現に何度もこの問題を指摘しているのに、一番初めの関西人の解任請求の時の決定も、それから2回目に何も書いてないから2回目に同じことを出した時にも、この時の決定も一切この水増しについては、水増しって何や言うと、結局は関西人のその全館注意義務違反で、その民事再生法の特別背任であり刑法における特別背任なんですよ。だからこれ刑事告訴告発してるんですよ。その事実について全く、まあもう今の六民もそうで、六民は自分のやったことやからね、その自分で、自分の非を認めることはないのかもしれません。勇気のある裁判官一人もいないから。だから一民においてもこれこんだけのことをね主張して権利乱用だと言って、そんな人間の関西人のこんなね談合の仮処分は認められないということを言ってるのに、その事実の適時もせんと、判断も一切せんと、わけのわからん抽象的なことを書いて、これが全てね署名されてないと言うんですよ。バカ言っちゃいけません。
本当にあの舐めたような話ですよ。これ内容においてもその手段方法においても本当にデタラメな保全執行です、まあ、そういうことでこれさらにねこの保全執行の時はこれはあの民事執行法も順用されてますから ある程度の、まあ、威力を示して執行することができる。執行官は威力を示して警察の協力を求められるというのは民事再生法で順用されている民事執行法の6条の1項の本文の方に書いてあります。威力って書いてあります。威力というのは何や言うからね、まあ、威力業務妨害の威力と同じです。つまり何かのこう威圧的な態度によって、まあ、その権利を実現しようという行為のことを威力というんです。決してこれはね、暴行脅迫を含まないんです。概念違います。威力と暴行脅迫は。だけどこの暴行脅迫によってね、なんと、まあ、これ映像の証拠もみんなありますけれど、全身打撲の被害を受けたり、いろんな形の被害で障害を被ってる人がいるんだけど、抜き打ちでたらめな執行したもんだから、こういうことになるんですよ。で、それについて、これはその威力の範囲を超えたら当然犯罪じゃないですか。例えば公務員が何らかの職務を執行するときに、公務員がね、わざとその例えば相手の人間に対して殴るかり、職務に際して殴り蹴るしたら、これ国家賠償じゃないですか。国家賠償の対象じゃないですか。それをね、その執行するんやから何しても構わへんみたいなやり方っていうのは、これほど恐ろしい、乱暴で非合法で理不尽なことがありますか。だからそういうことから考えてね、まあ今日私同席したのもなかなかちょっと予定が立てられなかった。本当は昨日こういう時にすぐ執行するなり、土曜日されましたからね、日曜日置いて月曜日するのはあれなんですけど、ちょっとタイミングがずれてしまって申し訳ないと、武藤学園さんの方には申し訳ないと思ってるけど、僕は今日同席した最大の理由は晩いろんな調整をして今日臨ませていただいてるけども、今日はやっぱり前理事長と現理事長の2人を、つまり前理事長のは今日は何のために、同席してもらうかっていう、何もその現理事長の お父さんだという意味じゃなくて、前理事長さんは被害者なんですよ、今回の強制その保全執行の。自分のものを持ってかれてる、持ってかれてるというか返してもらえないという状況ね。そういう状況だから、まあ、もちろん他にも今までの森友学園のこともいろいろあります。これ、まあ、皆さんご存知だと思うけど、赤木ファイルにおいても全くね、森友学園の便宜を図ったことはないということをはっきり言ってるんじゃない、皆さんご存知でしょ。これ何もね、売買代金のうちのね、わずか1割でやったから安すぎるとかどうのこうの言ってますけど、そうじゃないんですよ。これ売買代金の1億そこらの金額以上に、これアスベストの問題、これは豊中市の給食センターとかもそうですが、アスベストの処理で、例えば給食センターの場合だって、ね、7億5000ぐらいで購入してるのに、結局アスベスト処理費用その売却の15億かかってるんですよ。で、森友学園の場合だって、これ仮にね、1億そこらで仕入れたところで、何十億のね、アスベストの処理費用がいるんですよ。そんだけの費用がいるときに、何がその便宜を図るんですよ。つまり、マイナスの財産を押し付けてね。つまり、財務省は何をしたかって言ったら、もうガチガチの、その、貸し担保責任の免除条項を入れて、そこまで入れるじゃ何でもいいから、アスベストもあるから。だからそこを免責させてね、あと何やかに騙されたら何とかになってトラブルが起こったら、まあ、たまたま籠池さんの、まあ、ご夫婦が安倍昭恵さんやとか安倍晋三のシンパシーがあったということで、もしねそんなトラブルがあったら、その人たちが
ね、面倒を見てくれるやろうというね、思い込みの中に財務省が森友学園をはめ込んだんじゃないですか、これはめた話じゃないですか、これ。それをね、だから赤木ファイルだってそれを証明してるじゃないですか。ところが安倍晋三さんが予算委員会で、私なり自分の妻がこれに関与してるとしたら私は総理も辞めるし議員も辞職するとか言うてしまったまいた、これは大変やいうことで、財務省の保身のためにこれ、これ損だけじゃありません、財務省の保身のためにこれ改ざんしたんじゃないですか。この改ざんした行為によってね、何もこれ森友学園と何の関係もない、自分らたちの利権のためだけで改ざんした行為で、そして改ざんを要するに調査してその指示した首謀者の佐川氏もね、結局退職金もらって、まあ国税局5000万かの退職金もらって国税局1等じゃないですか。でその実行犯の赤木さんだって言ったら悪いけど、このままもし赤木さんが自殺せんと生きてはったら死亡退職金当たりませんよ、懲戒か懲戒免職ですし、恩給も当たらない、何もならないですよ。これがね、亡くなったということだけでね、死亡退職金あるわ、恩給当たるわね、まさに労災まで適用されてるんですよ。そしてなおかつ、今奥さんがおかわりの訴訟までしてはるじゃないですか。でこの森友学園と何の関係あるんですか、これ。なんでこれが森友学園事件なんですか。ただ単に財務省のね、公文書の改ざん事件じゃないですか。森友学園が何かね、これをしてくれとか、あれをしてくれとか、便宜図ってくれとか、一回も言ったことがないことを赤木ファイルが証明してるじゃないですか。で皆さんはなんで僕らこうしてずっとこういう話をしてるのに、なんでこちらの言い分がそういうことだと、いわゆる水増しがあるんだと、その水増しをね全部北海道管財人も裁判所も北海道にするんだという、この事件の実相、これどうして報道しないんですか。約束なんか約束してるんですか。皆さんもっとね、正義の報道してくださいよ。こういうふうな公正な報道してくださいよ。で今回のこの強制保全執行もですね、それを強引に力ずくで押し潰すためにこれ仕組まれたことなんですよ。簡単に言えばこんなことでね、我々は黙ってはいないです。一応まあ私のあまり長いこと言うのもあるので、私の説明はこの程度にさせてもらって、まず次に理事長と前理事長のそれぞれちょっとお話しいただきたいと思います。どうぞよろしく、はい、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。今弁護人の方からお話がありましたが、まあ、その法的なところとは別にこの度行われました執行について私の見解を申させていただきます。7日に出たということですが、本日弁護人の手元に届きました。ということは本日私の方もその内容を拝見いたしました。しかしながら10日に行われましたとき、すぐに職員の方から中から連絡がありまして、中の状況をほぼリアルタイムライブ配信で私の方は全て聞いております、見ております。その中で実際問題、職員の方はもう頭の毛が全身打撲と傷だらけになった状態で今病院の方に入院しております。私はこのやり方一つが、執行というものが果たして先生方が犯罪を犯したとかそういったものもでもありませんから、その前日まで子どもさん方とキャ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 して一緒に過ごしていらっしゃった先生方ですから、なぜこのような姿で病院に運ばれないといけないのかというところに正直憤りを感じております。先生方につきましては今中の方で起きました映像は報道の関係の皆様に提供できるものを提供させていただきます。しかしながらこの今弁護人の方が言いましたけれども、反社会勢力ですとか例外規定ですとかそういったものに関して一般人である私はそれで何が例外に当たったのかと、
ていうことが今明記されておりません。こちらの言い分も全て通っておりません。返答もいただいておりません。なので職員は中でどういう執行なんですかとか、その強制執行というものは聞いてないですとか、ご身分を提示してくださいですとか、書面を提示してくださいというものを言っておりますが、すべてそれはなされておりません。その中で受け入れられたりとか、手を引っ張られたりとか、女性一人、男女のことを言うわけではないですが、一人に対して 4,5 人の男性が力ずくでもするというその行為、そして怪我をして外に出された後も、もう頭を打っても沿道の方々が大丈夫、工事現場の方も大丈夫ってやたられた後でもほったらかしで皆さん帰って行かれました。12時頃に終わりましたので、だいたい2時間、3時間ほど本人たちはもう運ばれるまま、そのまま放置された状況です。私はこの法的なことについては弁護人も申しました通り、私も進めていきます。私が進めていくことですが、この現場にいた先生方の暴力行為、これに関しては被害届を提出しようと試みましたが、今のところ被害届が提出受理されておりません。ですのでもう出します、被害届を出します。はい、この後出します。でその次の動き もうかけようと思います。先生方の今生きてらっしゃいますけれども、その執行のなされ方によって命をもし落とすことがあれば、それでも森友学園として黙っておかないといけないのでしょうか。で子どもさん方への説明は犯罪にしないと言っています。保護者の方もその最中に数名駆けつけてくださいました。それでも無視です。本来の法的なやり方が裁判所の方々を巻き込むことによって、犯罪人がなされていたのかというところについて、私申し上げたいと思います。いいと思います。はい、かごいけです。私が今ここに座ってますのはね、犯罪人が言う従業員という先生方の扱いを、これはもうとんでもないなというふうに思いました。そのことと今、弁護士さんがおっしゃったような事柄が非常にリンクしている。それは無理やりもう、尻尾切りを行って、森友学園自身の名前も、そして形状もそのもの自体をなくしてしまおうというふうな考え方なんだというふうな確信をしました。7日の日のにもうこの保全命令が出てると。でしかも何にも決まってない。で今現在進行形 で第一民事部でもまだ聴聞というんですかね、新人というのが行われている最中に突如として終わったんですか。で新人が終わりましたということ でその終わったというふうな話も受けてない。で突如としてこういうものが出てきたということは、もうまさに裁判所も国家権力の中に一つに入り込んでるんではないかなというふうな認識を私は今してしまったわけです。それで、私自身はですね、森友事件という大きな壮大な事件がありますが、その中で今森友学園が、置かれている事柄について皆さんにお話しとかないかというふうに思ってここに来ました。森友学園がなくなってしまうと大阪地検特捜部に持っていかれている全ての書類は入ってきません。ただもう一つ申し上げておきたいんですけども、引田管財人は森友学園の塚本幼稚園を休園にすると言ったんですね。閉園にするとは言ってない。休園にすると言ったのにもかかわらず、椅子とか机とか子どもたちの楽器とか、そして子どもたちもいて保護者の人も、気球を駆けつけて、聞きつけて駆けつけた。
そんな関係ないわと言い放ったいうことなんですから、こういうふうな暴挙がまずあってはならないというのも実際。そしてその事実執行が行われた。執行にやってきたのは池田清さんが連れてきた執行官と自分では自称してるけども、その実態というのは3月の31日に来ておったところの鍵屋さん、鍵屋さんが自分は執行官だと言って入ってきておったという事実。もうこれは本来の裁判所の執行ではないんだろうかというふうに当初は当然疑いました。大変なことだと思った。これはもうやりたい放題しようかなというふうな、この日しかないんだということだったと思いますよ。多分彼らにとってこの日を通り過ごしたらいつできるか分からないと思ったはずです。だから、この、7日の日の保全命令を出して、送達状が届く前に実行行為を起こした。それはなぜ起こしたか、森友学園を反社勢力とした位置づけにしたかったからです。反社勢力としてするしか方法がないんですから、ああいうふうな、プラチナやり方は。その果たして森友学園が反社勢力なんでしょうか。確かに安倍昭恵夫人から、尻尾切り捨てにされたことは事実です。それは赤木さんと一緒ですよね。でもそこには子供さんがいて、しっかりと教育に勤しんでた子供さんがいる。まだ幼稚園としては存続している。それを裁判所がああいうふうな地方裁判所の組織を挙げて、第一民事、第五民事、第六民事、第七民事総力を挙げてああいうふうに潰していくような方向して、それでいいんでしょうかね。非常に憤りを感じます。 NHK の林さん、あなた池田管財人から聞いてたんでしょ、執行があるって。あなただけ聞いてたんじゃない、他の方々って全然知らなかったんじゃないですか、執行があるって。あなただけのところに行ったん。 NHK の林さん、そしてあなただけがあの幼稚園の前にずっといた、タクシーに乗って。あなた分かってんだったらどうして学園のに言ってやらなかったの、注意義務があるからか。あなたどういう報道したんだ、それに。あなたの報道はあまりにも国家権力に即してるぞ。そんなに出世したいのか、あなたは。ひどいんじゃないか。そして職員が、ああいうふうに道路に放り出されたとこも、あなたずっと見てたじゃない。ずっと見てた。言葉をかけることなく、管財人と一緒に去っていったんじゃないか、あなたは。映像で全部残ってる。周囲の人たちも全部見てるんだよ。あなたはそんなこと、マスコミ人としてやっていいことか。やっちゃいけないことやったんだ、あなたは。そして、映像と放送で全国に流して、いかにも裁判所がやったことが正しいような方向に持っていったんだ、あなたは。あなたにすごい責任あるよ、あれは。あなたに影響がすごくある。これから。のうのうとそこに座って、売ってるけども、他の人たちは知らなかったんだろう。知らなかったんでしょ、執行があることなんて。知らなかった言ってらっしゃる。あなただけ知ってたんだ。犯罪人と結託したというんだ、あなたは。南谷先生ともあなた電話してきたんじゃない。本当に執行があるんでしょうか、こんな方法ってあるんでしょうか。土曜日、金曜日もいた。土曜日もいたんだ。実態知ってるでしょ、あんたは。私はね、やっぱりこういうふうな一部のマスコミ、いわゆる国家権力に組みするようなね、NHK になってしまってるんだと思いたくないけど、あなたはその通りだ。池田管財人の言う通りに物事を処していた。そしてあれだけの怪我人が出たのにもかかわらず、何らマスコミ人としてね、
警察に通報とか、それとか救急車を呼ぶとかしなかったんですよ。あなたマスコミに言うと失格。それから言っておきます。続きを言いますが、あの中にいた先生方はどーっと西門、そして東門から、の階段から上がってこられた。たくさんの15人ばかりの執行官と言われている人に組み伏せられて、そして女性でも女性に関わらず、あの方々は労働組合員だったんだけど、私たちは労働組合員でここの現場にいるんですと、ここから離れられませんと言ったけど、そんなん関係ないと言って引きずり出される。やめてくださいって言ってるのに引きずり出されたわけです。それはどういう内容だったのかというと、女性もいらっしゃるから言いたくはありませんけども、男性一人ずつ手一人ずつ持たれて、股を開かれてパンツが見え、そしてスカートの中にからパンツを持って、そして引き下ろされた。やめてって。もう一人の先生はもう突き当たりの部屋のところで転がってしまって、腰を痛めてもう足が立たなくなってしまったぐらいのもんです。それなのにまだ男の力で女性を引きずり下ろした。その声を聞いて周りにいた、前が公園だから、その前の住んでる人たちが何があったんだということでどーっとみんな寄ってきたんですよ。土曜日だから公園にたくさん人がいた。何や、その現場を一部始終見てるんです。一部始終見てて、こんなことが許されるんだろうかというような状態が起こってた。分かってんじゃん、どんな状態が起こってた。えげつない状態だったでしょ。そして理事長がまた言いますけど、1ヶ月の入院、これ2人の死ぬ、これちょっと伏せますけど、名前が映像されたらいかんので伏せますけど、これ診断書です。ひどい全身打撲だったの、大変な話です。頸椎捻挫、すいません、そろそろ質問していいですか。はい、どうぞ。いいですか。ちょっとこれ病名だけ言いますね。ちょっとそれ言わないとわからないでしょ。質問の前にちょっと言わせてくださいね。でそういうような状況が行われたということというのは、私がいかにも極悪非道なことをした人間であってね、そして森友学園も一緒なんだと、こういうの森友問題をもう歴史のからもう消してしまいたいというふうな思いがある人がたくさんいたんだということやと僕は認識してます。やりすぎです。もしきちっとした保全命令とかね、強制執行があれば従うんですよ。そんな暴力団でもあるまいし、抵抗するわけないじゃないですか。裁判所から正式なもんがきちっと届いてたら、それが届かない、知らないからああいうふうな抵抗するわけでしょ。当たり前のことじゃないですか。強盗が自分の家に入ってきて抵抗しないでどうぞさせてくださいって言ってる人っていないでしょ。そんな状況だったんだということを皆さん知ってほしい。そしてあの中に学園の中には私の大切にしているものもあるし、そしてそれを一挙に持っていかれたということも非常に辛いものがあって、私も長い間園長やってますから、あの中に理事長が行為によって置かせてもらっているものもあったことは確かですから、その分のことも本当言えばもう早いうちにさせてもらってたら粛々と撤去してた。それが撤去できないまま施設の倉庫の方に持っていかれてしまったというようなことになります。こんな傍若無人なことは許されていいわけないです。森友学園も反社勢力じゃないでしょ。実際わかるでしょ、反社勢力じゃないんですよ。本当に
はい、質問ね。40分経ってから。あ、そうですね。多分そうしました。それだけさっき言ってた。いや、ちょっとその病名だけ読み上げてもらったら、はい、見えてます。全身打撲、右足捻挫、頸椎捻挫、右爪、右腕、右筋、左腕、挫傷。入院で全治1ヶ月の見込み。頸椎捻挫、両肩挫傷、入る場所、左腕、上、右手座礁、左股座礁、2週間の通院加療、このような診断が置いております。現状、お二人とはまた別の意見ですけど、別の視点ですけれども、この執行が先生方にされる執行として果たしてどうなのかという疑問を私は提したいと思います。そして子どもちゃん方が通っておられます、休園というふうに犯罪人が言っているところを今ずっと係争中でいました。実際子どもちゃん方がいるという事実は幼稚園に関わりますところの全ての機関が知ってます。知ってる中でこの犯罪人と裁判所のご判断をそのまま知ってる中で動かずに勝手に見過ごされているというこの状況が本当に司法機関として、ね、どういう結果なのかというふうに思っております。子どもさん方と来週も約束してるんだということで、だから何度も園の方から出ないという書類を見てないのでわからないし、出ないというふうに戦っていました。だから一番ね、これで、その通園してる園児、園児と保護者、この我々に協力をしている権利とか協力をさせる権利とか完全に押し殺してしまう。こんなことが落ち込むか許されるか、例えば本当に命題がなってないんじゃないですか。これ、子どもの児童というのをここまでないがしろにする裁判所とか犯罪人が果たしているのかという信じられない話なんです。その視点は全く欠落してるじゃないですか。この事件どうしてその園児たちを何らかの形で、例えばこういうやり方をするにしても特別な配慮というのはどうしてないんですか、ね、そこが問題だと。まあだからお時間来たので、まあ、質問を受けさせていただきますので、どうぞ挙手を挙げてその所属をお話しいただいて、やってください。あ、先生、じゃあ管理者からいいですか、はい、いいですか、ごめんなさい。先ほど、なんか被害届を出すような話をおっしゃってましたけれども、出して受理されてないのか、もうすでに、まだ出しに行ってないのか、あるいは出すんであればどこに出すのかっていうのをご教示いただけますか。それについては、大阪府警本部、そして所轄の営業所で、もとに出しますと言っております。署員の人も関わっていらっしゃることなので、すぐにその受理ができるかどうかという話で今止まっております。弁護士さんも一緒に行ってもらえます。私も対応します。いやいや、毎日行ってるわけじゃないですけど、その調整とか事業説明には何度か行ってますし、私も正式に行きます。それは何容疑ゆで考えてもらえますか。障害今
二人の方の、あの執行でしょ、去年の執行、あ、そう、執行、あ、ごめんなさい、保全執行の時には二人の方の今、あの、なんか、診断書に呼ばれてましたけれども、実際に、外に出されてるのは何名、中にも保護者もいらっしゃいますし、保護者会もいますし、保護者が、ね、あの駆けつけてこられてたくさん、それも全て、階段のところでブロックする、中にいた職員も外に出されています、まあ、それぐらいされてます。で、私たちは保護者なんだけどって言ったけど、そんなん関係ない、そんなん関係ない、そのことを一言でも刑事手続きとしてはそういう手続きを進めていきます。民事手続きとしてはどういう形でこう進められるんですか。今、国家賠償をやってますので、それにどん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 追加していくことになります。こんな大物なことを次から次へやってる。これ、完全には水増しをして、粉飾をしているということを違法行為として捉えて、今、訴訟をやってますから、こればっかりは逃げられないじゃないですか、民事。今のこういうね、保全のね、こっちはそういうことを言ってんだけど、何も触れんと、事実の適時もせんと、ね、抽象的に権利乱用と言ってるけれども、それを、それを明らかにする証明はされてない。これ全部ね、ここ、まあ、水まだ分かりますけど、工事の請負契約、今の15,520万の契約書からね、財務内容も財務諸表も、これ関財人が作ったものも全部出してるんですよ。何が証明されてないんですか。分かっちゃうよ。管理者から以上で、あと他に質問あればお願いいたします。公募通信の矢島といいます。今後その幼稚園の運営なんですけども、今その、まあ行政からは幼稚園としての認可がまあない状態だと思うんですけど、今後その場所を変えて、いわゆるその私塾というんですかね、まあ、民間の幼児教室みたいな形で何かされているのか、民間の幼児教室、どういうその今後 の, その幼稚園の、黙ってください、幼稚園の運営についてどうされるのかっていうのを、ちなみに教えてもらっていいですか。そうですね、まず認可が下りてないという柄について、書類などお提出されてません。で、休園する機会にあたり、子どもさん方が本当にいないのかという、行政の方が足を運び入れて、視察、観察するということが一切なされておりません。で、所属園は長らくの歴史を持っておりますので、その中で、こちら、子どもたちから休園しようかなとか、新しい園を新設しようかなという動きを、これまで何度も取ってきました。ですので、救援するためにはどういう条件があるのかということも理解しております。で、少なくとも、この管財人がついてから、管財人自ら足を運んできたのは、この強制、強制と言われています、都内に今に執行ですね、というところが初めてです。ということは、園の状況も分かりませんし、行政の方に報告すらすることができません。実質、経費などの管理は管財人が行っておりましたので、どれだけのお子さんが通われたということは認識していたはずです。で、その中で、お子様の方の保護者の方に、少なくとも、令和3年、この件が表に私の方が出してから、管財人が説明をされたかというところについては、いいえです。一切しておりません。だけれども、園児募集を停止してというこの動きがありましたものですから、卒業生を出せば出すほど犯罪人がついてから、どんどん園児は出れば、出て入っていただくことがないですから、減少するのは当然だと思います。休園の理由が園児の減少によるものと犯罪人が一番最初に言っておりましたけれども、減少する理由を自ら作っております。作っているから、私たちはこの援助募集を停止することで自ら援助を増やさないという行為をしてきました。ですので、表に出してこれはおかしいだろうとやってきました。もちろん先生方もずっとこの 4,5 年私と一緒に過ごしてくださってましたので、この状況がよく分かっています。援助募集の時期になったら援助募集を停止するよう強要してきたり、私たちが一緒になって関わっています。地域の
同じぐらいの年の園児さんとか、園児さんがいらっしゃる園児さんとか、そういうところにも平気で、圧力をかけてきます。一緒にさせていただいております業者様にも圧をかけてきてます。その力が強くなってきたのはこの3月31日以降です。特に暴力的になってきたのはそれ以降です。ただ私は納得はしないけれども、法的な処置でこの辺りを解決したいと思いやってきました。やってまいりましたが、最終このような暴挙に出られるということは、説明もなくそれをされるということはいかがだったものかなというふうに思っております。ですので先ほどの質問の行政の認可が下りたと言われておりますけれども、その手続きを一切踏んでいないですし、私の方の公文書というものを出してくださいと言ってもそれが出てきてませんから、認可が取り消されたという認識は一切ございません。質問がちょっと悪かったので質問を変えます。実際その今他の幼稚園の敷地に入れなくなっている状況で、それでもその講演を希望されるお子さんと講師の方がいらっしゃるわけですけれども、はい、そういった方へ の、 その、保育、教育については、どこでどういう形で今後されていかれるんでしょうか。もちろんお子さん方の安全面とかもありますし、その辺はここでのご提示はさせていただきませんけれども、もう幼稚園として保護さん実様を受け入れておりますので、そのあたりはこんなような形になっても並行して考えていかないといけないことですから、考えております、進めています。ただ占有権や管理権が今さらこの 4,5 年間私の方でずっとしてまいりましたので、完全にがついてからも今さらながらそれをあってて、しかも廃園や破産に移行するわけでもなくそれを進めています。でそのあたりについては一緒に記者様の方もお力添えいただきながら、逆に裁判所のご判断がなぜそうなったのか、こちらが出しているものの返答をいただかないままずっとこの裁判続いてきてますので、なぜ本質の返答をしていただかないまま、審議が図られ、結果が決定が下ろされ、そして私たちに通知がまずないのか、要は通知があってからこちらとしての対応というものがありますが、それすら今回の事柄を阻止されています。それが私は今までの前例を見ますと反社勢力に対してやられたことがあるという前例がありましたので、私たちは反社勢力かと、そういう認定を受けているのかという疑問を持ったわけです。他にありますか。すいません、朝日新聞の山田です。今日ありがとうございます。まず、先生にちょっと細かい点で、最初の方におっしゃったその例外規定についての定めが47条3項にある。43条。これは民事保全法のこと。民事保全法のこと。そうですね。それはでもあくまで当然例外の規定である。例外というのをすることができるということは、本来的には送達して、政府を送達して、そして請求、保全異議、それから執行停止の申し立てをができる機会を与えた上でね、執行されるもんなんですよ。で、今言ったように強制執行の場合でも、普通の場合のでもそうなんですけど、保全執行の場合でもそれに準用されててね、その執行官が明らかにちょっと断行する場合もね、いきなり行ってこんな強引なやり方を普通しないんですよ。一旦行ってね、明らかにしてくださいよっていうことを催告をして、例えば1週間以内に私物とか全部振り分けてちゃんと物を移動して、それで1週間後に来ますから、その時に執行しますから、それまでに準備しておいてくださいよという催告をするんです。それすらせずにね、強引にバシャーンってやってしまう、これで果たしていいのかということを言ってる。それも幼稚園なんですよ。その点で園児がいるんですよ。ちょっと確認したかったのは、その備品とかについては、もうそれは今は現地にどこで保管されることに手続きとしてはなくて、それは分かります。それは明け渡せということで、要するに管財院の専用だから、あのまま現状保管でもほんまはいいんですよ、うん、違いますか、うん、自分のもんだという、自分が管理しているもので、自分が
全部明け渡して自分が完全完璧な占有状態に置くというんであれば、別に現場保管でいいじゃないですか。うん、今現状としてその備品、がどこにあるかっていうのは分からないってことですか。わかりません。でも摂津市、摂津市の倉庫というふうに聞いたよね。それは何というか、何か行政の…多分それは、たんたんしくしくとその、要するに破産方向に行ってね、うん、で要するに設置の廃止ということ、これは府知事の認可権限なんですよ。これを全く取ってないんですよ。でそれをやりつつね、結局空き家にして、要するに、まあ、他の例もあるんですけど、この関西の例もあるんですけど、要するに売却することを考えるんじゃないですか。うん、そのものを全部掘り出すというのはそういう意味だと思いますよ。普通それをね、休園してるんでしょ。休園したらこれ再開するということを本来なら目処を立てて休園するんじゃないですか。これはもう5年間休園 してるという届けを出してるんですよ。何の権限もなしにね。で平成8年の 3月まで休園するということで届け出を大阪府庁に出しとるんですよ。その出しとるんやったら、それが来たらこれ復活するということじゃないですか。なんでそれだと、なんで重機備品そのまま置かないんですか。ましてはいっぱいいろんな人の私物、園児の私物まであるのに、なんでこんな強引なことするんですか、ね。うん、裁判所の決定自体がおかしいじゃないですか、これね。あと、今把握されてる限り、通われてるというか、預かってらっしゃる園児さん、一体どれぐらいいらっしゃったというか、いるというか。はい、これは6名です。6名です。はい、なので、まあ、今も募集できますかっていうお声かけは提案せとしていただいておりますけれども、これを乗り切った後にさせてくださいということで、全ての方にご返事させていただいております。今の弁護人の話の中で、教職員は犯罪人が金になるものはないかという言葉も現場で聞いています。で、その先ほどの5年間の休園というものも、5年間というのは犯罪人が5年前に着任してから10年という任期満了の期間です。ですので、これにも私はずっと犯罪人に早い2年目なので、平成31年ぐらいから私はスポンサーのについていただいたりですとか、会社様数社についていただいたりとか、個人の方についていただいたりとかするたびに、この民事再生手続き終了に向けてやってきました。それもことごとく跳ね返されました。ですので、これは満了まで居座りたいんだなという認識になりましたので、急ぎ私の方は動きをかけていました。今回の事柄だけではなく、前々から29年4月に犯罪人として着任してからの動きをもう一度主様の方にもおさらいしていただきたいんです。おさらいというか、見ていただきたいんです。毎月70万から80万 の、 給料を持ってますからね。学園から毎月それが引き落とされる。犯罪人 の、 手数料として。今も現在進行。それが5年間あと先になったら、12ヶ月の後、60ヶ月、60かける70万いったら、なんぼの金額になるか分かるでしょ。それを獲得していきたいという彼は思っているだけなんです。だから初めから破産するんだったら民事再生せんかったらよかったわけです。で、平成の31年にもう園児募集するなと言ってるわけですから。民事再生が始まったのが平成30年。で、31年にもうすでにもう園児募集するなって脅迫されてるんですから。大変なことですよ。それを裁判所が、そうやなってやったと。よろしく、はい、一民の決定の中で全く署名されてないということを言ってるんですけれど、これは、ここにあるのは、これ、関西人のね、関西人が会計、公認会計士を使って監査報告書の中に、ここを付箋貼ってありますけど、先ほど私が言った、検察仮勘定が22億1888万で、ここも全部出てくるんですよ。出てるということはどういうことかというと、ここまで水増ししながら
それをスルーしてやってるということの大問題、裁判所も管財人もこれでこんな水増しをしてるんだ。だこれ建設管理勘定にとって今どうせ破産すればこれ価格はゼロになるわけだ。これに見合う反対勘定の負債がぼーっと増えてるということで、債務の水増しであることは間違いないんですよ。これ管財人が作ったもんですよ。これだから署名どころが自白しとるんじゃない、自分とか水増ししました。この間平成29年から令和2年までの間に工事してないんですよ。工事してないのになんで建設仮勘定がね10億から増えるんですか。バカにしたらいかんですよ。これが署名されてないんですってね、話になるんですよ。その今日1時間になりますけれど、これがもうこれでなければこれで終わらせて、この中の映像をちょっと見てください。あの中のこれ下に遠いので個別で、はい、ちょっと見づらいので、終わってから、はいはい、いや、1時間経ちましたので締めさせていただきます。はい。じゃあこれで皆さんご苦労様でした。ありがとうございました。その方がいいでしょ。何社？いる人だ。いる社は。